いわゆるお雇い外国人のエドワルド・キオソーネっていう人が描いた絵なんですよ。亡くなってるわけですよ。キオソーネは西郷隆盛を見たことがないわけですよ。西郷隆盛は写真が一枚も残ってないの。どうやって描いたのかなって話なんだよね、はい、でじゃあそのキオソーネに頼もうっていうことで描いた。でこれに関しては薩摩藩出身者がだから描けながら全面協力したわけですよ。人力合成して人力合成してこれすごい変なの分かる、まあ、はい、瓜谷さん今日は、はい、今回は西郷さんです、はい、ディレクターの島崎さんの持たれた疑問なんですが、これ写真なのか絵なのかどっちなのかっていう、島崎さん前から言ってたね。確かに ね前から島崎さん言ってましたけど、まあ、絵なんですよ。絵なんですね。絵なんですよ。ここにサインがあるんですよ、描いた人のね、うん、ここにあのいいキオソーネっていう、つまりこのはですね、明治の日本に来たいわゆるお雇い外国人のエドワルド・キオソーネっていう人が描いた絵なんですよ。名前もちょっと覚えやすいですね、キオソーネ。キオソーネ、うん、なんだけど、いつ描いたかっていうと、多分ここに描いたんだけど1883年、はい、つうことは西郷隆盛はもう亡くなってるんですよ。1877年に西南戦争で死んでるじゃないですか、はい、亡くなってるわけですよ、うん、だからキオソーネは西郷隆盛を見たことがないわけですよ。はあ、本人を前に描いたわけではないですね。うん、本人を描いた肖像画ではないわけですよ。でさらに言えば西郷隆盛は写真が一枚も残ってないの。ではではどうやってどうやって描いたのかなって話なんだよね、はい、ここポイントは多いんですよ。この1883年って1877年にこの人西南戦争で亡くなったでしょ。でそのことによってこの人逆賊になったわけですよ。要するに反乱を起こした、はい、天皇陛下の軍に対して、牙を剥いたということで、まだこの頃逆賊なんですよ。なのにこの肖像画を描かせたっていうのは、これを描かせたのは当時大蔵省の印刷局長だった徳能良介っていう人なんだよね。この人薩摩藩出身で、まあ、西郷隆盛に非常に心酔してたわけだよ。だから薩摩出身の人たちはみんな西郷に同情的なわけですよ。基本的にその西郷を征伐しろと言った大久保利通ですら西郷には同情的なわけですよ。だからそういう薩摩藩有志たちの希望で西郷さんの肖像を残しておこうと言って、でじゃあそのキオソーネに頼もうということで描いた。でこれに関しては薩摩藩出身者がだから描けながら全面協力したわけですよ。でキオソーネはじゃあどうやってこの見たこともなければ写真もない西郷隆盛の像を描いたかというとですね、弟、西郷隆盛の弟の西郷継道、なんか柔道と読むのが正しいという説もあるんだけど、西郷継道の上半分、はい、それから西郷隆盛のいとこにあたる大山巌、はあ、これの下半分、これを人力合成して人力合成して描いたという。へえ、言われてみるとね、弟だし、まあ、いとこだから基本、まあ、似てはいるわけですよ。でまあサジェッションした人もいたわけでしょ。薩摩藩みんな西郷隆盛を実際知ってる人たちが、目やなんかは弟に似とったな、でふっくらしてるところはいとこの大山巌に似とる倍かなんか知らんけど薩摩ですからね、似とったいみたいななんか知らんけど言ったんですよ。それで書いてみたら、こんなこつそっくりじゃみたいなことになった、はい、うん、当時のそのだから西郷隆盛を知る人たちがみんなやっぱり認めたというんですよ。で以後これが西郷隆盛像の決定版になるわけですよ、合成肖像画が、はい、
で島崎さんだけじゃなくてもう写真だと思う人も多いぐらい決定版になっていくわけですよ、はい、でその後、まあ、西郷さんといえば上野のこの銅像有名ですよね。本人部分はあの高村光雲が作ったんだけど、高村光雲もこれを参考に作ってるんですよ。そっくりですもんね、うん、あと最近なんかウィキペディアとか見るとこの肖像がよく載ってるんだよ。うーん、これすごい変なの分かる、まあ、これさ門がさ、はい、こう丸十、これ島津家の門じゃん。お島津家の家紋はつけねえだろうって話。なんでこうなっちゃったんですか。これはね、これの出所どこなんだろうと思って俺調べたら、昭和10年1935年に近世名刺写真、近世の有名な人の写真っていう本が出てるんだよ。近世名刺写真その1っていうやつにこれが載ってるんだよ。で近世名刺写真だから写真風にしてあるんだよ、はい、でこれの元へ何かと調べたら、ちょっとこれ部分しかないんだけど、どうもこれっぽいんだよ。元のちょっとこの部分なんだけど、はい、これこうでしょ、はい、うん、でじゃあ これは何かっていうと、これはですね、鹿児島の画家、種子島出身の大牟礼南東っていう人がいるんだよ、ね、この人だから種子島出身、薩摩出身の人 で同じ薩摩出身の東京美術学校の黒田清輝の下で学んだ人なんだよ。でその人が、西郷隆盛没後50周年記念の時だから1927年に描いた絵なんだよ。でその時は、西郷隆盛の孫の西郷隆治っていう人をモデルにしたって言うんだけど、もちろんこれも参考にしてるんだよ、清曽根の。まあ同じ、うん、ですね。でこの大牟礼南東が描いたこの絵を写真風に加工して載せたのが、その昭和10年の近世名刺写真その1に出たこの絵なんだよ。はあ、だからこれも元をたどればやっぱりこれなんだよ、清曽根なんだよ、ね、そのぐらい力がある絵なんですよ。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。